神戸マツダアンバサダー、そしてラジオ DJ、 さらにバンドのボーカルをしている藤原美咲です。そして DJ の宿美穂子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宿ちゃん、はい、今日はですね、何なんとめったに会わない私たちのお休みが、はい、うん、ガチンと2日間そうなのあったということで、はい、じゃあもうこれはどこ行く私ね、行きたいとこあるんですよ。あのずっとねキャンプを、うん、あのこの夏から始めまして。始めたんですか？本当に始めたんですよ。でもビジネスキャンパーって言われてるから。そうやね、私もそう思ってるよ。思ってるでしょ？思ってるよ。そうじゃないよ、私はちゃんとしたキャンパーだよっていうのをちょっと今日は藤原美咲さんの前で披露したいなってずっと思ってたんですよ。本当？いろんなものを集め出しているのも知ってたよ。そうなんです。もうキャンプグッズ、グッズって言わないんです。何ギア、えギア、キャンプギアって言うんですよちょっとよくわからないけどとりあえずあのキャンプのグッズはたくさん買って、うんうんうん、で今日も持ってきましたので。あ、そう、大仙、大仙、ちょっと鳥取まで、うん、大仙までこの神戸からだったら3時間ぐらいで。あ、そんなんで行けんの？行けるんですよ。だからもう私のね、あの大好きなちょっとキャンプと、うん、え、待って、私人生初鳥取やわ。え、本当に？ほんまに、うん、もう行こっか、うん、行こう行こう、時間ないしね、うん、とにかく行こう、はい、行って行きながらまた喋ろう。そう、うん、で今日は、うん、神戸マツダの素敵な、はい、はい、私があのオーナーを務めさせていただいております、はい、MX30 に乗って行きたいと思います。アンバサダーの運転で行きましょうか。行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。初めて乗った。ほんまに？このサイズは私初めてで、こんなに広いの？広いね。びっくりした。そうやね、だから独特なこのドアの観音開きも個性的やし、うん、で乗ったら乗ったで広いし、うん、でもやっぱこの辺とかやっぱ個性的やしね。コルクとか使ってておしゃれやしね。ほんとだ。はい、はーい、神戸ポートタワーです。いいですね。今日天気がいいから、ね、そうそう。あ、ね、本当に。本当に。大阪好きやわ。いいお天気だこと。そして静か。そうなの。すごいね、車の中こんなに静かなの。そうなの、めっちゃ静かやから。うん、もう私一番好きな空間が車やね今。何、こう自分の時間。そう。もうほんまに、うん、ずっと車におる。好きやもんな運転するの、うん、もうずっとおる。ほんでなんか家とか着いても駐車場入れて 2、30分ぼーっとしてる車の中で。わかる、すぐ降りへんとね、車の中で。なんかさ、あれやわ、自分色にカスタマイズっていうか、せやん、体に合わせてくれるとさ、長距離ドライブの時に、そう、ほんまそう、いいよね、全く疲れへん。お腹空いたので、まあ、ほんまそれ。まずは、まあ、今ほんまそれやねん。大仙に行く前に、せやねん、私たちが大好きなサービスエリアに寄りましょう、うん、大好き、めっちゃテンション上がるいつもさ、うん、どんだけ買うねんってぐらい買ってるよね2人ででもそれも車やからさ。あ、そうね、荷物がさ、それはある。せやで、今日もだからしくちゃん、はい、ちゃんと鳥取帰りご自宅までこれ送り届けますんで、どんだけ買っていただいても OK ですよ。ありがとうございます。爆買いします。これを左、これを米子道を左、はい、うわー、まっすぐ行くと岡山と広島なんだ。へえ、米子の方に行きますか。岡山、え、岡山には入ってたけど、岡山、そう、また違うルートなんですよ。藤原さん、大丈夫ですか？大丈夫です。はい。
あ、なんかちょっと紅葉してる。急に紅葉してる。これもみじじゃない？そうなの？まっかだな。はい、まっかだな。あ、着いた。シュクちゃん、ヒルゼン高原に着いたよ。朝から生クリームパンよ。生クリームパン、生クリームパン。ピーピー言ってんだよ。うん、いいの、これあの閉めたよっていう合図。あ、そうなんだ、うん、ドキドキするわ、いけんのかな。あそこのいい感じですね、座りましょう。はい、いいところにテーブルと。いいね、ここのサービスエリアめっちゃいいね。お、充実してる。あ、こうじゃん。よし、絶対おいしいわ。いただきます。いい、じゃあ私じゃあ生クリームパンいただきます。うわ、すっごい中に入ってる。おいしい。これほらすごくない？こんだけ入ってるんです、クロワッサンの中に。めっちゃくちゃ牛乳がめっちゃ濃厚やわ、やっぱし。言ったやろ？うん、言った通り。めっちゃおいしい。あ、うん、私これ好きですよ。3250円で神戸から来れるってこと？ほんま？でしょ？すごいね。安くない？これ4人で行ってたらむちゃ安くない？うん。大きな山と書いて大山。着きます。そのまんまや。あ、なんか山に登っていく感じしてる。あー、合ってますか？はい、ちょっと踏切なんでちょっと窓を開けて、はい、聞いて。このまま真っすぐ行ってください。はい、わかりました、はい、結構あの山に登っていくのでくねくね道が続くと思います、はい、あれが目の前に見える。いや、ほんまや、大山です。うわー、ほんまや。あれは何、橋？始まるね。むっちゃいいじゃん。綺麗。これでも敷地なんやろな、入られへんのって無理やな。ここ、ここ、うわぁ、はいはいはい、ここじゃない？大山、大山。大山ビッグマウンテン、ビッグマウンテン、オートキャンプ場。あ、結構来てる。ほんとだね。ここ右、ここ右ちゃう。これを右に、あー、キャンプする。あ、え、これどこに止めてもいいの？お、あ、こんなとこまで車で入っていけるんだね。それぞれさ、なんかプライバシーが守られてるからいいよね。よし、はい、ありがとう。よっしゃ、行きますか。わー、最高じゃん。すごい、最高じゃん。大山じゃん。ほんとだ。テントかわいい。めっちゃかわいい。よし、ここに置きましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、無理じゃね？でも、あー、すごい！あ、やばい、やばい。真ん中に置くと重たいから、こっち、まあいいか。わー、最高よ、シュクちゃん。最高。これがメスティン。メスティン、メスティン。メスティン、今日はアヒージョでーす。アヒージョでーす。ふたしとこうか。やっとよ。
できたー。お腹すいたね。2時間ぐらいかかる。もう集中して食べよ食べよ食べよ、はい、まずアヒージョとこのチーズを、はい、カマンベールとかいろいろあって、うん、チキン、カレーなので、うんうんね、じゃあアヒージョからいきましょうか。いる、はい、チーズアヒージョ、これなんかね、あの何これ刺して食べるの、刺してチーズフォンデュ的な、そうそうそう、でも美味しい、もう好きなようにちょっと大きいんでね、うん、持っていくんかい。いきます。うん、おいおい、うん、ベーコンがいい味出してる。おいしい。パンもすごい。おいしい。塩加減も抜群でしょ。チキン食べてみましょう、うん、これぐらいのサイズ。ベーコン美味しいんちゃう。先輩キャンパーが焼いた鶏、塩加減とか大丈夫？堀西のスパイスを完璧。うめえ。うわ、落としちゃった。なになに？柔らかすぎてびっくりした。いいなぁ、幸せ。うまいね、やっぱさ、外で食べるの、しかもちゃんと炭で焼いてさ、うん、またこの、ちょっと待って、これで私料理バーバー作ったね。めっちゃ頑張ってくれた、ほんまそう、ほんまそう、それを見て。そう、意外とできるやろ。これでじゃあ私たちあのビジネスキャンパーを卒業ということでよろしいでしょうか。この後も楽しみます。おはようございます。おはようございます。2日目の朝です。最高です。もうね、はい、昨日本当は語ろうって言ってたでしょ。はい、言ってました。夜ね、ちょっと星を見ながら語ろうって言ってたんですけど、はいはい、爆睡です。もう快晴すぎて私宿舎の方見れないぐらい眩しいんですけど大丈夫ですか。ずっと目閉じてますけど全く見れてないので、はい、ちょっと本当にでももう最高の寝起きと最高のお天気と最高の空気と、丹波篠山で私が必ず丹波篠山に行った時に寄る、うん、誠コーヒーっていう、誠コーヒー、そう、うんうんうん、ここで私焙煎したこともあるの、コーヒー。すごい回しやすい、びっくりした。これどこまで、ま、どこまで回すんですか。あのカラ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 ってなるまでならへんけど。わ、いい香りする、すごい。いい香り、めちゃくちゃいい香り。やっぱりさ、豆から引くと全然違うでしょ、うん、全然違う。 でもめっちゃ簡単にできんねんな。いただきます。いただきます。おいしいおいしい、まろやかなお味。この大山をさ見ながらコーヒー飲むってこんなに有意義な時間ないね。ないよ、贅沢よ本当に。でもこっから見る大山と、うん、また近くで見るのが違うからさ。そりゃ違う、せっかくやからさ、はい、やっぱりここまで来てんからさ、うん、昨日からずっと目の前に大山はあるけれども、はい、もっと近づかない。そうやんな、うん、やっぱり近くで見て、見てドローン飛ばしたいねだから、うん、MX30 に乗って今日は私が運転しますので。あ、本当、はい、ついについにやっちゃうだからちょっと大山の方まで行って、うん、ちょっと今日は一日充実した感じで、いいやん、行きましょうか。なんかさ、いろんなパワースポットもあるとかって言ってるからさ、行けるだけなんかちょっと行ってみようか。行きましょう、うんうん、はい、出発。
やすいね。そうだね。一踏みでさ結構シューっていくよね。美咲ちゃんが言ってたの腰の位置、とかもすっごいフィットしてるからさ、後ろもさ私もっとこうそう圧迫感あるかなと思ってんけど思ったけど全然やってみるとやな、足もさ、なんかねできるし、今がマジでベスト紅葉やなこれは。あとさ2、3週間遅かったら雪降るかもとか言うてはったな。ねえすごいわ。うわー綺麗。うわーこの左すごい。いいね、こっからドローン飛ばしたい。うわこれもう遭難したら終わる。うわうわきれい。こんなすごい。朝さ大勢にちょっとほら雲がかかってたけど、抜群この天気すごい。もう雨の予報がみたいじゃない。いやすっごいね。気持ちよく山に向かって行くもんなんだね。ねえ私初めてやわ。まっすぐよ。大勢に来てよかった。本当だすむっちゃ綺麗。本当だすよ。綺麗本当よ。もうでも大勢に見とれてあれよ、ちょっと安全運転でお願いします。はいもちろんです。すごい。うわいい季節に来たわ。本当に今だね。本当にさベストシーズンだね。こうさ山道めっちゃ運転しやすいね。あそう。こう踏み込んでもブワーっていくし、あの曲がる時は運転しやすい。そう。うわーうわめっちゃ近くなってきた。ねえ。うん。見えたり見えへんかったり。うん。じらすよね。大勢。じらしちゃうよね本当。あ、見た？何？ミルクの里。ちょっと待って。出た。ちょっと待って。出た。この辺り絶対にさ、うん、うわーすごい。え、ここ広場になってるからさ、ここすごない？みんなここでおにぎり食べたり、そうやな、ピクニックしたり、うん、それがそういうところやろうな。多分うわご飯食べたりするとこやなこりゃ。ですよ池。大野池。はい。よいしょ。うわー。着いたー。塾ちゃん着いたよ。大野池だよあれ。すごいね。ここも言うてパワースポットって言ってたもんな。うわ、大きくない？これ？うわー、すごい！大きい！思ってたより全然大きい。そうなの。私思ってた3倍ぐらい大きい。池ってさ、もっとこじんまりしてるかと思ったらさ、すごい！めっちゃ大きい。綺麗！めっちゃ綺麗。奥行き！すごい！美咲さん、もう旅も終了です。寂しい。あっという間の一泊二日でしたけども、本当に初大山もかなり満喫できたんじゃない？しぐちゃん初大山。そうなんです。一緒ですよね。なんか今なんかベテランみたいに言い方して私が、はい、初心者みたいな感じだったけど、ずっと行きたくて、はい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 、で大山ももちろんそうなんだけどキャンプもしたくて、でドローンも飛ばしたくて、私の全ての夢を叶えてくれました。おめでとうございます。ありがとうございます。この鳥取から神戸やったら言うて3時間ぐらい。そうなのよ。ものの、だからさ、まあ半分半分運転して、そうサービスエリアで休憩して、そう帰ったら楽しいもんね。そう楽しめるうちに着いたっていうぐらいの距離やから、だからそれこそ一泊じゃなくても最悪ね、朝早くから出て鳥取で遊んで日帰りでも行ける距離やから、ぜひまた来よう、しくちゃん、もう第2弾も考えてますし、ありがとうございます。皆さんもぜひ来てください。大おすすめです。めちゃくちゃ良かった。
昨日までずっと雨予報やってんで、ほんまギリギリやで、ほんま。いやもう山になって思ってたの。ずっとこうやってたもん。なんかこういう山道通るたんびにほんま免許取り立てのドライブショーの収録を思い出すわ。そしてバーベキューといえば堀西です。素晴らしい。もう一応ちょっと。ああ。それで持って持って、あのまだ残ってんのいけるじゃん。どう？どう？なくなった？いやもうないっす。最悪や、ここまで作ったのにほんまごめんなさい。っていうかもうそれ以外に言えない。わー綺麗、めっちゃ綺麗、絨毯みたいです。あ、ちょっと例えが、例えがいまいち。なんでよ、なんでよ。何ですか、ブロッコリーですか。いやいや、こんな色のブロッコリーやったら絶対食べ頃失ってるよね。確かに。見てんの？食事見てる。めちゃめちゃ見てんだよ私。私もめっちゃくちゃ見てんだよ。もうな、大概知ってんだよ。あ、ラファエルさんは最近は見てへんねんけど、他の YouTube もそうそう。私もめちゃめちゃ見てんねやから、だから最近ドラマ全然。それ全く同じ。だからさ、全あごめん。あ、忘れてた。話夢中になった。どうでもいい話に夢中になった。ドラマになもうついていかれへんね。そうやね。わかる。わかる。